もこんばんは。9月の23日秋分の日でございます、月曜日です、朝の9時半にこちらの方に出かけてきてですね、今から自宅に戻るところでございます。ということで、お疲れ様でした。はい、何が何が、ですね、ここタイトルがついているように、今日フリーオープンデー、何のというか、ですね、秋田市に、ミルハスという建物があるんですね。これ秋田芸術会館、あれなんか正式名称あんだよね昔のですね、県民会館なんですけども、ミルハス、県民会館、秋田県民会館なんですけど、これが今ミルハスというね、名前になっておりまして、秋田芸術劇場、秋田芸術劇場ミルハスという、建物があるんですよ。でここは普段は、コンサートだとか、演劇だとかミュージカルだとか、いろんなダンスの発表だとかっていうために、のホールでです、大ホールと中ホールとあと小ホールが2つ、あるんですけども、今日は一般市民に開放するって言い方変ですけど、無料開放デーみたいな感じになってて、イベント広場みたいな感じで今日は使われてまして、でこのフリーオープンデーっていうのは応募 して出ませんかっていうやつなんですけど、今回は今回で3回目だと思うんだけど、1回目2回目の時は大ホールをで自由に表現をしてみませんかっていうやつで、今回は大ホールはなんか気候、照明のバトンだとかだと思うんですけど、そういうのだとか、なんか音響なとか、多分奈落とかそういう機構、舞台機構ってあるんですけど、そういうのをなんか見せる、ちょっと見たかったんですけど全然ちょっと見る暇なくて見れなかったんですが、そういうのをやっていたので、今回は中ホールでそのフリーオープンデーっていう何か表現してみませんかっていうのが中ホールでありまして、で知り合いの方というか、秋田で一応 CM ナレーションだとか、司会とかラジオパーソナリティ、声優とかも、あと、ボイストレーナーなんかもやっている小春日和さんっていう方がいるんですけど、その小春さんと、あと宮城県の方から、宮城県でそのまたその声優とかボイストレーナーだとか、読み聞かせイベント、本人肩書きとしてはボイスパフォーマーと言ってますけども、の、荒井真澄さんっていう方がいらっしゃって、もともとアナウンサーだったところから声優に、転身したという経歴をお持ちの方なんですが、そのこの2人がユニットを組みまして、なんか朗読をするということになったらしいんですよ。そうなんだと思って最初の時、自分一緒にその小春さんと出たんですけど、今回は違うのな。でなんで私が今日この時間に帰るかというと、ちょっとお手伝いをしてほしいんですって言われて、
何のって思ったら音響って、で音響さんいるんですよ、別にちゃんとホールの方がねやってくれるんですけど、ただ今回の場合ちょっと曲を2曲曲を2曲やらなきゃいけない、2曲やるというか同じ物語、今日2作品読んだんですけれども、そのうちの後のやつの、ボイスドラマで音楽が2曲あって、そのきっかけみたいなのが、まあ、その音響さんの方には台本がないの で実はリハーサルもないんですね、このフリーオープンデーってリハーサルはなくて、ただ立ち位置だけ、スポットを当てるとかそういうのの立ち位置だけを決める、あの時間だけがあるという、本当にあのぶっつけ本番すごいぞみたいなイベントなんですよ。で、まあ曲かけてくださいって、前回の時は、まあ、2つ、その時も2つ、1個は、まあ、あの物語というか朗読をやって、1個はあの時 CM ナレーションとかやったんだっけか、忘れた、あ、歌をやったんですけど、まあ、その2曲とかをかけただけなんですけど、あ、そこそこ、そうか、 CM ナレーションとかもやったのか、覚えてないけど、あ、違うかな、覚えてねえや、覚えてなさすぎまあまあ、で、その時はそのなんだろう、話の中での曲の切り替えってなかったので、ずっと同じ曲を流してた感じだったので良かったんですけど、今回は、その台本途中に曲を変えるっていうところがあったの で実はこの話が、話は以前別の場所でもやっていて、でその時に、音響を私やったんですね。なのでなんかそのなんかきっかけみたいな、まあ台本持ってるんでそれもあってなのか、なんか呼ばれて補助で音響さんいるのに補助みたいな、で結局なんかね最初もうパニクっちゃって、どこ押せばいいのみたいになって始まっちゃったんですよね。本当始まる前に曲をかけなきゃいけなかったのに、なんか再生ボタンを先に教わってたんですけど、なんかついてますからって言われたんだけど、たまたまその始まった時ついてなくて、音響さんがね、やっべーどこだろうみたいな、でパニックって、えいって、あ、ここみたいな、確か教わったような気がする、急いで来て教えてもらったような気がするんだけど、やばと思って、でもボリュームもなんか何ないから上の方に上げてたので、あ、すいませんみたいな、思いっきりでかいみたいなのにちょっとねなってしまって、ごめんなさいって感じ でそれから音響さんからついてくれてて、きっかけ教えてくれれば下げますとか言われた次第でございましたっていうことで、そのでフェードアウトの指示がなかったんですよ実は。でフィードアウトどこでするんだろうって聞こうと思って、楽屋で結構時間があったんで聞こうと思ったんだけれど、なんかちょっとその練習、2人の練習でちょっとこういろいろ直す面とかもあったから、そっちの方に聞い取られてしまって、自分のやることよりもそっちの話の方が楽しくてというかその指導という指導っていう言い方をするのもあれだけど、なんかこうやったらいいんじゃない、やったらいいんじゃないみたいなのの話の方がちょっと面白くて夢中になってしまって聞きそびれてたんですよね。でそのまま本番に入ってしまったんで、いやどうしようかな、どこでこれ切ろうかなって話フェードアウトしようかなとか思ってて、で話がちょっとあるきっかけのところで話が変わるところがあるので、話が変わるというかセリフがちょっと雰囲気が変わるところがあるので、ここで音を切っちゃえと思って勝手に音を下げてもらう、その時も音響さんがいらっしゃったのでここで下げてくださいってヒューンって下げてもらって、で次の、まあ、きっかけの
邪魔だったんじゃないかな、言って教えた方が本当は良かったんじゃないかなって思いながら、まあ、あとまあ撮影というか、あの、まあ、横からしか撮れない、あの、なんだろう、マイクの確かボリュームとかは正面で、やってたみたいなんですけど、きっかけとか、きっかけ、あの、音量が、ただあの CD に関してのボリュームはこっちだったので、まあ、まあバランスとかが正面だったのかな、ちょっとわからないんですけど、横から聞いてるのですごい音が大きかったんじゃないかなとかはちょっと思ってたんだけど、そうでもなかったのかな、わかんない、やってる本人たちはそうでもなかったよ的なのは聞いてますけど、うん、怖いですね、本当にリハーサルがないって怖いよ、ああいうやつで。で、まあでも横からあとその撮影というか写真を撮ったりとかもしてて、まあまあ1作目がの時に BGM を流してなかったんで、1作目はちょっと暇だったんですよね、普通に 見入っちゃってて、その時にちょっとこう写真を撮ったりとか横からしていました、撮影係をしていました。ちょっと面白かった、かなり面白かったですけど、で何の作品をやったかというと、嵐の夜にという絵本があります。まあ、小説というかにもなってる本、児童書じゃないのか、小説なのかな、にもなってるっていう話を聞いたんですけど、それちょっと見たことがなかったけど、まあ絵本としてまず出版されたものではありますよね。それの、それを2人でやって、で、2作目は、まあ、フリー台本、ネットにあるやつなんですけど、ネット台本のフリーのやつをの、なんだっけ、4月1日の 花嫁というやつがあるんですけど、まあ、それを、2人のプロの声優がやりました。あー、すごいよ、嵐の夜にが、あの、そのヤギとオオカミとナレーションが入る、まあ、絵本なので、ナレーションというか、あの、普通に文章になってるところがあるじゃないですか、あそこがナレーション部分で、で会話、オオカミとヤギの会話があって、あとそのI'm sure.
スがいろんなところから来てやってまして、でミルハス外でもにもお店が出てたりとかしてて、いや今日は晴れたからね良かったですけどね、昨日一昨日もう大雨だったので、あの天気だったら外の人はどうなったんだろうとはちょっと思いましたけど、あの天気で高橋優くん昨日一昨日野外コンサートしてますからね、この天気になってほしかったよねっていうぐらい、なんかねすごかったって、田んぼだったって言ってたし、公園はまあのっぱらの公園なんでしょうけど、なんかねいろいろ大変だったみたいです。カッパとかカイロとか、まあ、傘はね逆に邪魔になるからフェスなので、やっぱカッパが一番、レインコートをカッパ長靴、替えの靴下が欲しいですとか、あと手袋があった方がいいですとか、あったかいもの絶対必要ですとか、そういうのはツイッターで流れてましたけど、まあ、あの天気はどこに行ったぐらいの感じで、今日はすごく晴れてたので、外でやってた人たちもちょっと気持ちは良かったんじゃないかなっては思ったりしつつ、そのマルシェの中に実は知っている方が来てまして、その子も演劇をやっている子なんだけれど、本庄、由利本庄市というところで、本庄御殿鞠っていうね、鞠の糸で巻いてく鞠があるじゃないですか、あれを、まあ、作ってる、ハンドメイドで作ったものをこう出品とかしている子がいて、でまあ、そこにちょっとね声をかけてきたというか、顔を出してきました。会えたから よかったなと。午前中なんかいなかったので、その今日 の本番が14時50分だったんだけど、まあ、最初の人が結構早く終わったので、どんどんこう前倒しになってって、最初5分が早くなってたんですよ、終わりが。でも、チーラーが始まるときって14時40分からだったんだけれど、14時50分からだったんだけど、予定が14時40分から始まったんで、で20分間の時間をもらう形だったので、3時、でもなんかビデオ回してたら、動画撮ってたらしいんですけど、21分だったって言ってました。まあ、若干ね、もう5分早いから、若干伸びても大丈夫だよ、でも実はまあちょっとフリートークじゃないけどのところもあったりとかしてたので、でもちょうど良かったのかなっては思って、まあ、ちょっとそうですね、楽屋で練習しているのより、まあ、音楽が入ったこともあって、なんだろう、リズムがついたというか、拍がついたというか、なんかそういう表紙がついたのもあって、なんかサク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 という会話がねあったなって思いながらちょっと見ていましたね。これでもすごいなと思って、縦の
強みというか、まあ、多分あの台本があってのあネタがあっての覚えて喋る系のやつなんですけど、すごいなと思って、それもなんか面白くて、こういうのこういう芸ってすごいいいねって思いながら、それもなんかいろいろなねこう施設回ったりとかしてこういう話してるんだみたいな話とかもしていたので、いや結構こう脳のね活性化には繋がるよね、こういうことやってるとみたいなことを思ったり、ちょっとね見れなかったんですけど、一番手が劇団なんだっけ、花びらだったかな、でなんだろうと思って検索したんだけど出てこなくて、なんかのユニットなのかなとか、いろんな最近その秋田でやっている演劇人でフリーでやってる人とかもそうなんだけど、まあ、所属してても、まあ、所属してるとこを超えて一緒にやったり、同じぐらいの年齢の人たちと一緒にやったりとか、まあ、オーディション形式でやったりとかっていうのが結構今盛んで、でその、まあ、そういう感じでちょっとこうシークレットでやるのかなと思ったら、ちびっ子たちだったんですよね。どこのそのなんかに所属してる感じのちびっ子たちなのかはわからないんだけれど、結構そのちびっ子たちがやってきて、なんか王子様みたいな、何の話をやったかちょっとね見れなかったのがね残念でさ、モニターでは見てたんだけどセリフが全然入ってきてないので、トイレとかに行けばねセリフが聞こえてたのかな、楽屋ではちょっと音が聞こえなかったんで、可愛いなとだけ見ててすごい可愛いなとだけ見てましたが、うん、一生懸命やったんだろうな中ホールでって思って、でもダンスとかそういうわけでもなく普通に演劇みたいな感じだったから、なんかこんな小さい子たちがこう演劇お芝居まあ、をやるってなんかすごく嬉しくなっちゃって、このままなんかやってくれたらいいよねっては思いながらそのモニター越しに見てましたね。あとはカラオケのおじさんですね、カラオケをすごい気持ちよそうに歌ってましたね。すごいなと思って、一人でここでカラオケを歌うんだ、まあ大ホールの時もあったんですよ、カラオケ同好会かなんかの方々が出ててやってたんですけど、でも方々なので何人かで出てきてたんですよね、一人で出てきたのですっごいと思って、いや本当にすごいすごい。その後がなんかアルトサックスの演奏か、まあ、ピアノとかの伴奏の多分 CD とかに合わせてサックスの演奏をしていってっぽい感じはしてましたけど、あでもねこういう大きいな、結構比較的中ホールでも大きいので、確かあそこ800人だったかな、入るのなかなかに広いんですよ。で実はラブレターズ、パルコ劇場でやっている、いつもやっているラブレターズという演目があるんですけど、演劇ので、これがこれを、今年か、あそうだ、まあ、いや今年かな、そうですね、やったんですね、ミルハスのその中ホールで、でそのラブレターズをやる前日に、ワークショップがありまして、ラブレターズワークショップ、ラブレターズを読もうっていうワークショップで、実家にそのラブレターズの演出をしている藤田さん、藤田俊太郎さんという方がいるんですが、まあ、演劇や見てる人とか舞台見てる人だと多分知ってるかな、ジャージーボーイズとか、あと今蜷川さんから変わった、天保12年のシェイクスピアだったりとかを今演出手掛けてたりするんで、
ターズも藤田さんで、その藤田さんのワークショップがあったんです。なんでかっていうと、多分藤田さん秋田の出身なの で、そこの一応ミルハスの、まあ、舞台芸術総監督みたいな肩書きも一応ある方なので、それでまあやらせてもらって、やってくれたっていうか、でその時に実は参加していて行ったんですけど、そんなに広いって思わなかったんですよ。舞台がなんか舞台の上に上げられて椅子並べられて、なんか一人一人っていうか、二人一組でやる、お芝居なので、まあ、座った順番にとりあえず2人ずつ組んでくださいみたいな感じで言われてやったんですけど、その時にあなんか結構ぎゅうぎゅうだなみたいな感じだと思ったんだよね。思ったんだけど、あれ多分半分に来てた後ろ壁作ってたんだなと思って、今日見たら意外と広くて、奥行きが、広いじゃん。あの時は多分半分だったみたいな。まあ元々が2人芝居なのでそんなに広さいらないから、そっかと思ったんですけど、実は広かったんだこんなにと思って、そんなに大ホールと遜色ないじゃんぐらいの